ディキノドン類あるいは、ディキノドン下目は、獅子動物、タンユミ類の絶滅した、分類群の一つ。タンユミツナ十ユミ目違に属する、草木馬類とも呼ばれる、古生代ペルムキ末期及び中生代三畳基初期において、成功した、絶滅生物群。その名、ディキノドンの通り、興奮部から突き出た二本の牙が、外観上の大きな特徴である、リチャード・オーウェンにより名付けられた。 ペルム紀中期に現れた、ディキノドン類は急速に進化、放散していった。最古のディキノドン類とされる生物は、エオディキノドンである。未だ体長は45センチメートル程度と小型のままであった。噴部に小さな、ホーバーは残っているものの、発達した2本の剣士を備えている。この時代以降、ディキノドン類はその勢力を広げ始めるが、その一つはディークトドンである。これは、 掘りネズミ的な生態を持つ生物で、氾濫源の土手に穴を掘り、つがいで暮らしていた。彼らはこの中で育児を行っていたと思われる。これが、敵のドン類が繁栄した一つの要因だと思われる。こうして、敵のドン類は、一応の成功は収めたとはいえ、未だ体長1メートルを超えるものはほとんど存在しなかった。これは、 モスコプスなどの大型リノケファルス類が存在していたためと思われる。やがて、ペルム期後期初頭に、リノケファルス類が大幅に数を減じて滅ぶと、それに乗じて、リキノドンなどの大型種が現れる。当時、最も成功した、陸上脊椎動物であったと言える。この間に、大小様々な草食動物及び、短い手足で地面に巣穴を掘って暮らすものなど、多種多様な種が現れた。 体長数センチの小型のものから、頭骨だけで70センチメートルに達するような、大型のものまで30を超える属が存在し、極めて高い多様性を見せていた。しかし、ペルムキマツ、未曽有の大量絶滅が地球を襲う。これにより、地球上の生命の9割が淘汰された。山上基諸島、地上は高温にさらされ、酸素濃度は大きく低下した。ゆえに、高温。 低酸素の過酷な環境に耐える能力を持った生物のみが地上では生きながらいたのだ。それには結局性が大きく関わっていると思われる。呼吸が阻害されやすい地下の環境に適応していたことが低酸素の環境においては有利に働いたのではないかとされる。生き延びた激の鈍類はこうした結局性の小型種だったのであろう。大量絶滅後の三条基礎等 いち早く地上に放散したのは、リストロサウルスであった。大量絶滅終了直後にはすでに、パンゲア大陸各地にその姿を見せていた。獣弓類の中でも際立って広く分布し、三畳期、前期の四巡化石となっている。また、三畳期のディキノドン類は、大型化の傾向が強い。全長3メートルのプラケリアス、4メートルのスターレッケリアや5メートルのイスチグララスティアなどが、 あげられる。また、頭蓋などの部分骨格のみであるが、エレファントサウルスは8メートルに達すると言われている。彼らはみんなカンネメエリアか及びその近縁なトガのメンバーであり、大量絶滅を生き抜いた種がごくわずかであったことが伺える。とはいえ、すでに大型草食動物の地位は、敵のドン類だけのものではなくなっていた。リンコサウルス類や同じ、獣弓類のバウリア類などである。 そして三上気候気を襲った中規模の大量絶滅により、彼らともどもディキノドン類は大半が絶滅することになる。これ以降、大型草食動物の生態的地位は、流脚系類などの恐竜に引き継がれ、新生代に哺乳類が敵を放散するまで単弓類の系統において現れることはなかった。ディキノドン類は三上気候気諸島において絶滅したと思われていた。 しかし最近、かつて、ゴンドワナ大陸南部であった県オーストラリア、クイーンズランドにおいて、白秋前期の地層から、敵のどん類と思われる化石が発見されている。頭骨頭頂孔の周囲に、盛り上がりが見られる。側頭窓は拡大し、側頭部の骨の多くは球状になっている。分部剣歯以外の歯が大化。初期のものを除いては、上顎剣歯以外の歯は消失する。 角質のくちばしやパッドに置き換わる。二次的に剣士か縮小。代わりに蛾骨が牙状に突出したプラケリアスの例もある。顎関節を大きく前後にスライドさせることが可能な構造になっている。ワイヤーカッターと称される。この構造で植物を効率よく裁断することができたとされる。二次郊外エオディキノドンの段階で発達が見られる。こうした特徴により、ディキノドン類の噛む力は、 非常に強力だったとされている。獅子や全体の骨格の研究から、ディキノドン類は比較的活動的な生物だったとされているが、それはあくまでもディキノドン類が登場したばかりのペルム期中期に限っての話で、時代が進むにつれ、ディキノドン類は周囲の陸生捕食動物よりも相対的な足の速さは劣っていった。ただし最末期のディキノドン類は多くが巨大だったため、 わざわざ逃げ足の速さに頼らずとも済んだ可能性がある。植生郊外の構造などから、極初期のグループを除きほとんどが植物食であったと思われる。スコ型のもののほとんどが結挙性であったと思われる。二次郊外の発達は穴を掘ることへの適応だと思われる。ディークトドンの巣の形状は、新生代中心予前期頃の北米に生息していた、陸生ビーバー、パレオカストールの 悪魔のコルク抜きと同様の螺旋構造となっていた。育児巣穴の中で容体が固まって発見されたこともあり、彼らは育児を行っていたと考えられている。これは、脊椎動物最古の育児の記録である。すでに力のドン類が哺乳の原型にあたる行動まで取っていたという仮説もあるが、検証は難しい。ただし、より古い時代に分岐した初期のディノケファルス類の 皮膚化石に感染らしきものが確認されている。ありがとうございます。